はいどうも皆さんこんにちはモシンですちょっと今ですね急に動画を撮り始めたんですけれどもちょっと衝撃的なですねニュースが入ってきたのとあとビットコインがですねちょっと下気味になってきましたこの辺りちょっと緊急でですね今の状況を分析していきたいなというふうに思っていますちなみに今日の夜19時からですねプロジェクトゼノを運営しているクルーズ株式会社の本社にですねお呼ばれしましてそこで色々初出し情報も聞けましたのでその辺りの詳細動画19時に上がりますのでぜひ見ていただければと思います ちょっと今日はねこのままあの動画進めていきたいと思うんですが分析する通貨に関してはもう、えー、ざーっと見ながらですねやっていきたいと思いますじゃあまずは今日の仮想通貨市場なんですけれども、えー、ビットコインが2イーサーも2%全面的に下げましたね、えー、柴犬も結構下がってますけれども一方でアスターネットワークめちゃくちゃ上がってますはいそのあたりもちょっと見ていきたいと思いますじゃあまずはニュースの方からですね今日の衝撃的なニュースこちらですアメリカのコインベース CEO が発言しましたステーキング禁止の 噂があるということですね SEC がステーキングを規制しようとしているっていう噂を聞きましたっていうことをツイッターで述べたんですね、えー、もしこれが事実だったらアメリカは愚かな道に進んでいるということでこれ海外も含めめちゃくちゃ話題になっていますコインベースのアームストロング CEO は8日 SEC がアメリカで一般投資家向けの仮想通貨ステーキングサービスを排除したいと考えているという噂を耳にしたと、えー、そんなことが許されたらアメリカにとってひどい道になると思うのでそうならないこ を祈るっていう風なツイートをしたんですね、えー、これに関して SEC からまだですね何のコメントも出ていませんので、えー、本当かどうかっていうのはもちろんわからないところではあるんですけれどもただ一方で SEC これまでですね ステーキングサービスを提供する取引所などの仲介業者は、証券に分類されるというふうに述べてきたんですよね。だから、プルーフオブステークっていうのは基本的にまあステーキングして、それで処理して報酬を得るっていうふうなまあスタイルなんですけれども、そういったプロジェクト、まあ、そういったトークンに関しては、すべて証券だっていうことを、まあ、これまで言ってきたんですよね。なので、あながち嘘じゃないかもしれないっていうのが、今ですね、出ているという内容になっています。なので、これを本当に証券に、まあ、ステーキング禁止っていうのが証券にするかっていうのまたね、意味合いが変わってきそうな 気ががしますけれれども、えー、これが本当ならば本当に仮想通貨市場がひっくり返るようなな、えー、事態にです、ね、なる可能性もあるということで、まあ、こういったところもちょっとね懸念の、まあ、売りにつながっている1つの要因なんじゃないかなとは思いますよね、まあ、少なくともステーキングをもし禁止するのであればプルーフオブステークっていうものがです、ね、成り立たなくなりますのでそういったプロジェクトは本当に終わりになってしまうと、まあ、ただアメリカで禁止っていうだけですからね、まあ、日本でももちろんできるし世界各国でできると。 アメリカの外にですねみんな逃げて行っちゃうよっていうことで、えー、アメリカ非常に愚かだよみたいなことも言っているんですよねこれに関してはまあ明日以降でですねまた新しいニュースが出るんじゃないかなと思うんですが そのあたりまた取り上げていきたいと思っています、まあ、このついでにちょっとねいろいろ規制絡みのニュースがね今日ポンポンポンと上がっていたのでそれ一緒に見ていければなと思うんですがまず、えー、次のニュースですねドバイの規制当局仮想通貨の規制方針を発表しましたということでドバイも匿名通貨の、えー、まあ例えばモネロだったりとか Z キャッシュ特にモネロなんかはかなりこうモネ、まね、ロンターニングに使われているという話が以前からずっとありますよね、まあ、そういったところを懸念して、えー、規制当局から問題視されているということらしい。 ですねまあ、日本の仮想通貨取引所では取り扱いが禁止されていると、それから海外の仮想通貨取引所でもこのモネロや Z キャッシュに関しては上場廃止になる例も、ね、散見されましたので、まあ、ドバイもその流れになっているということなんだと思います、まあ、本当に世界各国、えー、こういった規制当局というのはマネーロンダリングを、ね、非常にこう危惧しているということは1つあるとは思うんですよね、まあ、ただこれより、やりすぎると仮想通貨のメリットというか、ね、そういったところが失われていく事態になる可能性もも,もちろんあるわけですよね。現に実際もう取引 機場にこう登録するときに KYC を必須化しようと、まあ、アメリカでもそういった動きが出ているっていう風な話もありますので、まあ、本当に金融取引をやっているのと全く同じような環境で取引しないといけなくなるっていうまあ、可能性も出てくるわけですよね。まあそういった中で DEX とかもありますので、そういうところまで、えー、規制が及ぶのかどうなのか、まあ、そういうところもね今年の注目ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、そんな中でもう一つ、えー、まあ大手の取引所ですね、仮想通貨取引所のクラーケンなんですけれども、証券法違反で SIC。 これています、えー、これも2月4日、まあ、昨日のブルームバーグの報道で明らかになったようですね何の件について、えー、問題視されて、まあ、調査を受けているかというのは今のところ分かってはいないんですけれども一応この報道によれば SEC の調査はかなり進展していて、えー、今後数日のうちに和解に至る可能性があるとは言っているようですねまあ本当に今年は規制の年になるみたいな話をたびたびですねお伝えしているわけなんですけれどもまあなんだかんだ言ってですね毎 毎年、えー、ビットコインが50%ぐらい下落するような、まあ、いわゆる大暴落っていうのは、えー、ここまでずっと起こってきてるんですよね。今年は、まあ、もちろんまだ起こっていないわけですけど、今年のその大暴落のテーマは、もしかするとこういった規制になるかもしれないと、まあ、あの、リップル社と SEC の裁判もまだね、えー、係争中ですので、そのあたり含め、やっぱり警戒はしておかないといけないし、落ちた時の準備ですよね。落ちた時にちゃんと拾えるような準備っていうのは、やっぱりしておかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、その中でポジティブ のニュースもまあ一個か2個かね出ているんですけど、まあそのテクニカル的なところでビットコインがですねゴールデンクロスしましたということが直近で話題になっていますよね。ここでいうゴールデンクロスっていうのは日足の50日移動平均線が200日移動平均線をこう下から上にクロスしていくっていう状態のことを言っていて。 これ投資家からかなりね、注目が集まっているんですよね。まあ、過去にも何回もこ,うこのゴールデンクロスから一気に上昇していったっていうところがですね、まあ,あの歴史としてありまして、特にまあ2021年ですよね、まあ、1個前のバブルの時にこのゴールデンクロスが完成してからオールタイムハイをつけたっていうところがありますし、まあ、それから2019年に関しても2015年に関しても、いわゆる冬の相場から開ける時にですね、えーまあ、このゴールデンクロスが完成しているということからしても、まあ、やっぱりね、注目度は高まます。 待ってくるんじゃなないいかなと思いますもう一つ同じような観点で言っているのがこのフィンボールドのです、ね、記事なんですけれども、まあ、この2月めっちゃ大事ですよっていうことを言っていますなぜかというと今度は月足で見ているんですが月足と,、えー、と10月移動平均線と何て言ったらいいかわかんないですけど 10MA ですね月足の、はい、これをブレイクしたところから過去あの上昇が起こってますよということを言っているんですねで今の状況を見ていくとこの 10MA にまあかかっているような状況なわけ ですよねこれをちゃんとブレイクすることができれば過去の相場見ても、えー、ここもそうですね、えー、一気に上昇していたっていう背景がありますよということでまあこの今月非常に重要だよっていうことを言っていますまあこういった規制の中でもね、えー、テクニカル的にはいいこといい面がね出ているわけなんですがまあ、テクニカルよりもやっぱりニュースのねインパクトの方がもちろん、えー、でかいし先行してしまいますのでここはやっぱり両面ですね見ながら考えていかないといけないかなという風うに思っておりますじゃあこのままチャートの方を見ていきたいと思うんですが、えー これですねまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思いますビットコイン今が2万2700ドルということでまあ今日はもう少し落ちていましてね、えー、2万2400ぐらいまでいったんですけどそこからまあ若干こう戻ってきているとでもう冷やしレベルでここのサポートラインを割ってしまいましたのでこれはちょっと下目線に、えー、まあ目線を変えるべきなんじゃないかなというふうに思っています、えー、ただね4時間足でちょっとね短期的なところを見ていくとここですよね、えー、以前も言っていましたこの移動平均線の道をまを落ちたわけですけどここでですねもう もう1回上に上にががっっててて抵抗されて下がってくるそこが、えー、まずいポイントだよっていうことをお伝えしていたかと思うんですがここで耐えればねダブルボトムでの上昇だったんですが、まあ、抜けてしまったとでここまで抜けてしまうと、えー、僕の感覚の中では下にこうトレンドが、まあ、あの切られたという風に見るわけですよね、まあ、もちろんこの、えー、一気に下がって今22,700までこうリバースしてきてますけれどもこのままの勢いで、えー、もう一回この22,800とか3万を回復すればこれが騙しとなって上に上げていくパターンっていうのもももちろんあります 今回一気に下を切って一気に戻ってくると思うんですがそこは一旦ショート勢とですねロング勢の非常に激しいバトルになるんじゃないかなと思います基本的にはセオリーからいくと下に下がっていくパターンですよねはいそこで、えー、騙された時にここでショートに乗っている人たちがバーンとこうスクイーズで、えー、生産されて一気に上昇していくっていうのが、まあ、いわゆる騙しの構造ですのでその辺り、まあ、やっぱり上がですね2万3200付近ですよねこの戻ってきた時に、えー、そこでどういう風な挙動になるかっていうところは本当に注目しないといけないかな というふうに思っています。でセオリー通りこれ行くんであれば、やっぱり2万1000ですね。まあ、2万1000付近までずっとこう下落していくっていうふうな、まあ短期的な調整になるんじゃないかなと思います。冷やしで見ても、やっぱりまあこれだけ移動平均線からね、えー、乖離しています。で、ちなみにさっき言ってたゴールデンクロスっていうのはここですよね。だから、まあい、いずれにしても下は硬いんですよね。その中で冷やしの短期的な調整ということになれば、この辺りの高値のサポートライン、これがサポートになると思いますので、2万1200とか、はい、その辺りまで、 下落する可能性がまずはあるんじゃないかなというずれにしても短期的にはこのリバースで突き抜けるかどうかっていうところが注目ですよね、えー、今回ですねドル見ていくとドルもそこまでね上がった感じではないんですよねナスダックの先物は上昇傾向まあいずれにしてもですね強気ムードにはなっているわけですけれどもその中でビットコインが売られているとちょっとまあ仮想通貨市場特有というかですねそういったまああの弱気目線になっている可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています e s、えー、ー,ーに関して でもまあ、上がです、ね、重たくて、えー、1670付近結局、冷やしレベルで見ると上に行けなかったですね一気に下がってきてしまっているということで、まあ、ビットコインよりも直近、ね、強い動きではあったんですけども一旦こう調整ムードかなという状況ですね、えー、4時間足で見ていくとまだ移動平均線、ミシオ割れてはないですね、えー、ただまあ下がです、ねここのえー、サポートラインとして機能するのがおそらく1600付近になると思いますイーサーに関してはここを割った時に、えー、下をです、ね、完全に向か ななないといけなくなるといとととけくるうことで次のポイントでいうと、まあ、1400ドル付近ですかねその下でいくと133040付近、はい、そういったところまで下落する可能性これを割られた場合はですね、えー、しっかり見ておかないといけないかなというふうに思っていますまだそれをここまでね大きなあの変動にはなっていませんのでここで耐えればもちろんねまだまだこう上昇していく可能性はあって上がその1670付近で下はこう切り上げているとアセンディングトライアングルみたいな形の中で 200MA がこう追いついてきて最後上に抜けるっていうふうな パターンもよくあるパターンですので、えーまあ、そういった目線で、ね、引き続き注視していかないといけないかなという,ふうに思っています。 ええと、じゃあ、ここから XRP 見ましょうか。XRP はもうほとんど動いてないですが、まあ、一旦下がってますね。で、この38.8セント付近で、今、若干反発されて39セント付近。まあ、これはまだ横ばいが続くかなと思います。もちろんもう移動平均線密集していますので、次の動きは大きな動きになる可能性があるっていうところは、注意したいポイントですね。はい。BAT に関しても、一旦調整ですね。はい。下は、まあ、ある程度固まっているかなと思います。えー、空欄に関しても、まあ、調整ムード。これはもうちょっとね、下がっていってもおかしくないかなということで、 まあ、あの20ドル付近まではね、下がるんじゃないかなというふうに今のところは見ていますはい、で、直近強かったエンジンコインに関しては、今、割と堅調ですね、もちろん下にはこのゴールデンクロス、えー、が控えていますし、えー、大きな下ひげつけましたけれども今、今、えー、回復していますね、ほとんどの通貨下落する中で1%上昇してますので、やっぱりエンジンコイン、直近ね、強いということが言えるかなと思います、直近高値ももうすでに超えようとしていますので、やはりこれは、上の74セント付近に向かって、えーまあ、上昇を続けるんじゃないかなというふうに見ております。 yeah <laughs> シリーズに関してはちょっと抵抗されましたけどもこれもま,あまだね、えー、そこまで悲観になるような水準ではないかなと思います、まあ、いずれにしてもここが重いっていうことは明らかになりましたよね16セント付近、まあ、ここ本当に直近でもです、ね、めちゃくちゃ意識されてるラインですのでこれを抜ければ本格的な上目線に変わってくる可能性が出てくるんじゃないかなと思いますでまあ同時とかもそんなに動いてない体のもうこれは若干ね下に行くんじゃないかなと思っていて35セント付近が次のターゲットかなと思っているんですが、えー、今日大きく上昇したのはアスタ ネットワークですね、えー、一もう20%を超えるような上昇で一時10セント付近まで上がりました非常に大きな上昇となりましたね、えー、これに関してはアスターネットワーク、えー、アスターがですね韓国のアップビットっていう取引所に上場することが決定しましたっていう発表があったのでまあこれを受けて一気に上昇したということなんじゃないかなと思っていますはい、えーまあ、いずれにしてもいい形でしたよね完璧な形でこのサポートアイン抜けて戻して爆上げもこれ本当に完璧な動きかなという風 に思っています。まあ、その中で今後に関しては。 そうですね。これあんまり明確な抵抗ラインっていうのがなくてですね。あ、でもここか。ここの、えー、10セント付近ですよね。ここ、今回もここで抵抗された感じにはなっていますので、引き続きここですよね。このラインが、えー、次は意識されてくるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもこちらに関しても、移動平均線が完全にこう、えー、密集からの拡散。これいわゆるパーフェクトオーダーって言われる形で、価格20、50、100、まあ、短期、中期、長期、超長期の移動平均線がこう全部並んでいるっていう非常に強いパターンをて いいていますすののででもちろん大きなですね爆上げの後は調整がが起こるとは思うんですがやっぱり引き続き続い、いいい形でですね上昇を続けていくんじゃないかなかと,うう、はい、ということで、ちょっと今日はですね、緊急で動画を撮りました。まあ、あの、ビットコインがちょっと下がったっていうのもあって、まあ、不安になっている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、今日のポイントを踏まえた上でですね、安易にこう、ショートに乗っていくんじゃなくて、そのショートにみんな乗っていきたいって思っているところを抜かれた場合は、一気に上上がるよっていうね、そういった警戒感を持ってトレーニングしていかないといけないかなっていうふうに思います。 持っておりますということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。この後19時に、えー、また動画が上がりますので、ぜひその様子をですね、えー、見ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。